はい、どうも皆さん、こんにちは。ケンビーゼロイチです。ですね、カメラがちょっと見つかったみたいなので、まあ、毎度カメラで撮ってるんで、けど、まあ、はい。今回はですね、まあ、3DS あるじゃないですか。お気に入りのゲームの紹介。ベスト5だとなかなかちょっと選びにくいので、ちょっとやめたっていうか、ベスト3にしましたけど、3位はですね、3位、A 列車で行こうと思って。これ、正直最近遊んでないんです。はい。で、次に、まあ、バッチトレールセンター。まあ、これ大体、バージョンアップしたいし。なんか、毎日練習キャッチャーやると、なんか当たりが出やすくなるらしいんで、一応毎日やってます。今のとこ。じゃあ1位。音でかいな、これ。はい、マリオカート7です。これがですね、前、ニンテンドーイショップのでダウンロードしたやつなんですけど、ご利用記録見たら2月8日に買ったらしい。8日に？わかんないけど。まあ、多分、まあ、そうなんでしょう。はい。見せたいと思います。関係ないんですけど、もうぐちゃぐちゃですね、この辺。もうぐちゃぐちゃに並べました。ほとんどこの辺も空いてるところがないです。めちゃぐちゃぐちゃ。まあ、ソフトが起動できるバッジとかあるんですけど、この辺のソフト起動できる。ミースタジオ、思い出記録帳、任天堂スイッチさん、役に立たないかな、これ。一応本体設定はね、いろんなところに置いてあります。なんとなく。まあ、ここは動物の森ですかね。本体設定。まあ、似合ってないんですけどね、テーマとか。ヨッシーに書いて。ここもまた。で、まあ、なんかさっき考えたんですけど、お気に入りのバッジを紹介します。まず3位、まあ、ベスト5か。5、ちょっと今考えて、5は、これ虹色の羽です。ちょっと手も変えよう。適当に入れる。虹色の羽です。動物の森の。
はい。で、4位が、どこだっけな。キノピオ。キノピオ違うの？なかなか。発音合ってるのかわかんないんですけど。で、3位がキノピオ。2位が、どこだ？ちょっと待ってください。探しているね。これですね。これ。キノピオと本体セット。これ2個持ってます。で、1位これ。それ違い、ミーヒョーバーのこれ。マリオたちの。ピーチ、マリオ、ルイージ、キノピオ、ヨッシーの、ん？クッパかな？と、なんだっけ、クリボ？と、なんか、なんか、パックフラワー違う。パックフラワーだっけ、それ。わかんないんですけど。まあ、そういう感じです。では、ご視聴ありがとうございました。さようなら。